やっほー、おかっちです。今日はねどうしても伝えたいことがあってここにやってきました。おかっちはね、ついに見つけてしまったんです。失敗をゼロにする方法、見つけてしまったの。ラッキーだよ。君たちはこの動画に出会えて本当に良かったと思う。伝えたい。失敗をして落ち込んでる人、試合に負けてしまって悲しんでる人、やりたいことは見つかったけれどもなんか失敗が怖くて一歩踏み出せない、そんな君たちに伝えたいの。今日からこの先、君たちは学校でも家でも公園でも運動場でも体育館でも大人になってもどこでも失敗することはありません。だからもう怖がらなくていいから。失敗をゼロにする方法、それはたったの一つだけ。自分の頭の中の考えを変えるだけ、それだけです。ここを変えるだけ。どういうことか。失敗って何だろう、その考えです。それを変えるだけで君たちは失敗がゼロになります。じゃあ聞くよ、みんなにとって失敗って何？失敗、100点取れないこと、間違ってしまうこと、合格できなかったこと、ミスすること、それが失敗？もしそれが失敗なんだったら君たちの人生から失敗がなくなることはありません。この先一生そればかりか、いっぱいいっぱい失敗してしまって悲しくなったり落ち込んでしまいます。もしかしたらやりたいなって思うことがあったとしても、できるのかな、どうせ無理なんじゃないかなって思ってしまって、やりたいこともなかなか挑戦できない、そんな風になってしまうかもしれないよ。もちろん全員じゃない、全員じゃない。でも言いたいことはこういうことで、本当の失敗っていうのは負けることじゃない、100点取れないことじゃないね。負けた後に立ち上がらないこと、ミスした後に、はぁ、やっぱり俺は無理やったんやって諦めてしまうこと、間違えた後に何がダメだったんだろう、そういうふうに反省しなかったり考えたり学ぼうとしないこと、それが本当の失敗。そういうふうに考え方を変えたら君たちは今この瞬間から失敗がゼロになります。そうなの、本当の失敗っていうのは負けることじゃない、立ち上がらないことや、ミスすること、間違えること、100点取れないこと、それは成功への大きな一歩になってんねん。一歩一歩近づいてる、ステップになってる。エジソン、これは多分有名な話やからみんなどっかで一回は聞いたことあると思う。でも何回聞いてもめっちゃええ話やからもう一回聞いてみて。真っ暗な世界を明るくする電球、その電球を発明したのがエジソンです。発明王エジソン、彼はこの電球を発明するために何回失敗したと思う？正解、1万回です。1万回。うわー、失敗王が来た、あいつ全然失敗せえへん、でっかいこと言って大ぼら吹き、嘘つきって周りの人には言われてました。でもエジソン、彼は自分がやったことを失敗って頭の中で考えてなかったよ。俺は一回も失敗してない、1万通りのうまくいかない方法を発見したのだ。彼はこう言いました。どういうことか分かる？彼は一回も失敗してへんねん。成功するための1万個の方法、成功するために1万個必要なことを自分が実験して発見したんや。
わかる？うまくいかなかったことがあった、間違ったことがあった、どうやったらいいんやろ、何があかんかったんやろ、考える、その考えることで見えてくんねん。で、諦めない、立ち上がんねん、もう一回実験すんねん。そうすればうまくいかない方法が見つかっていく、成功に近づいていく。そして彼は1万回目の実験でとうとう電球を発明できて、でも考えてみて、9999回目でもしエジソンが、はあ、もうこれ以上やっても無理や、もうやめとこうってなってたらどうやろう。この電球は発明されてなかったかもしれん。だから僕たちが住んでるこの世界は真っ暗なまんまやったかもしれん。でも彼は諦めなかった、前に進み続けた。わかる？前に進んで壁にぶち当たってこけたとしても、ああ次どうしようって考えて立ち上がって諦めなかった、進み続けた、進み続けて進み続けて、9999回、こけたけど頑張ったから電球ができて、そういうことやね。考え方を変えるだけ、簡単やろ、わかる？簡単じゃない、簡単じゃない、わかるよ。頭の中の考えを変える、これは簡単じゃない、知ってるよ。30年前のおかっちもそうやって、30年前だから小学校の時の話だ。失敗っていうのは絶対にあってはならないこと、おかっちからしたら。だって失敗したらみんなにバカにされるやん、バカにされるし、なんか嫌われるかもしれへんし、お前のせいで負けたんやってね、仲間外れにされるかもしれへん、そんなんだけやって。で、自信もなくなるやろ、はぁ、あ、やっぱり俺は無理やんやって、自信がなくなって落ち込んで悲しくなる。だから失敗っていうのは本当にあってはならないこと、だから失敗っていうのは避けてました、ビビってました。大事な勝負の時、バスケの試合とかでも、テストの時でも、誰かと戦う時でも、本気でやったことなんかありません。だって本気でやったら言い訳できへんやん、負けた時に。本気でやらなかったら、ああ今の本気でやってなかったんとか、ああ手加減せえへんかったから勝てたの、手加減せんかったら勝てたのになとか、そんなん言えるやん。でも本気でやったら言われへん。それとか腰が痛くなったふりすんねん、ああ痛いだから本気の力は出せないんだよねみたいな感じで、そんな感じやって。それとか絶対に自分が成功するって思うことしかやらなかった、わかる？だって新しいことやったり、自分ができないことやったらたくさん失敗するやん、ミスするやん、うまくいかへんやん、悲しくなるやん。だから自分が絶対にできること、それしかやらなかったらずっと成功やんか。バスケットボールもね、ずっとね、右のドリブル、右利きやから右のドリブル得意やん、右のドリブルばっかり練習してたよ、右のシュート、わかる？で、左でやったらなんか膝とかにピョーンって出てピョーンってボール向こうとかいくやん、そんなんあげへん。だから右のドリブルしか練習もせえへんし、試合でも右しか使わんかった、できることしかやってなかった。そして最悪やね、最悪なことにおかっちはいっつも人のせいにしてました。先生がちゃんと教えてくれへんからや、お前のパスが悪いんや、なんだみんな、なんでもっと本気でやらへんの、いっつも人のせいにしていた。だってね、人のせいにしていたら自分は失敗することないやん。だってそのうまくいかなかったのも、試合に負けたのも、100点取れなかったのも、教え方が悪かった先生のせいであり、パスするのが下手だった仲間のせい。だから自分には全然原因はないんだ、悪いことはないんだ、そう思うと自分は失敗がゼロになる、そう思ってね。だから人のせいにしていた、場所のせいとかにもしていたよ、あここ滑る、うまくいかへんのは、この力出せへんのはこの場所のせいやみたいな感じでな、そんな感じやって。本気でやらへんし、新しいことに挑戦しない、だからできることしかしないし、そして人のせいにする。みんなどう思う、これいいと思う、いいと思う人いる、いないよね、それはいないよね。今やったら分かるよ、おかっちもこれダメって分かるけど、でもねめっちゃ楽やって、分かる？本気出さへんから疲れへんし、人のせいにしてたら自分が失敗することはないやん、めっちゃ楽やったし、気持ちもいつも落ち着いてた、がっかりすることもなかったよ。でもね、
こんなことをずっと続けてたらわかんねん。全然成長せえへんで。わかる？できることも同じレベルのままや。で、できないことはずっとできないまま。全然成長せえへん。バスケも上手くならへんし、勉強の成績もなかなか上がらへん。あかん。これじゃあかん。どうしたらいいんやろ。そこで気づいたよ、カッチ。初めて気づいて。本気でやらないことや、新しいことに挑戦せえへんこと、人のせいにすること、それが一番大きな失敗やったって、その時に気づいて。遅い？遅いかもしれへん。でも気づいた時がスタートやんか。そっから始めればいいやん。そっからおカッチは変わろうと思ったよ。もう一回言うよ。本当の失敗っていうのは、本気でやらないことや、新しいことに挑戦しないことや、人のせいにすること、そういうことではない。そういうことではなくて、自分の頭の考えを変えるだけ。失敗とは、転ぶことではなくて、起き上がらないこと。そういうふうに考え方を変えるだけ。それだけで失敗がゼロになります。わかる？壁にぶち当たる、いろんな壁あんねん。歩いてたら、生きてたら、僕たちは学校でも社会でも会社でもどこでもいろんな壁あんねん。いろんな壁あんねん。それなくすこと無理、無理です。壁をなくすことは無理です。大事なこと、壁にぶち当たる、こけてしまう、こけることもあんねん。こけることをなくすことも無理です。こけてしまう、いいね。痛いよ、痛いよ。でもすぐに立ち上がれない時あってもいい。痛かったらまずはさすってあげよう。そこ消毒してあげよう。もう自分だけじゃなくて仲間がこけてたらどうしたって慰めてあげよう。寄り添ってあげたらいいね。でもな、その痛みはなくなんねん。悲しい、なくなんねん。へこむわ、なくなんねん。気持ちも痛みも全部なくなんねん。ずっとずっと続かへんねん。人間ってそういうのできてんねん。羽が生えてどっか行くねん。じゃあちょっと楽になった時、そんな時あるやん。落ち着いた時、そんな時にそんな時になんでこけたんやろうって、どこが悪かったんやろう、次どうしたらいいんやろう、考えるねん。でも自分でも分からん時あるやん。じゃあ仲間に聞こう。仲間に聞いたらいいね。友達に、先生でもいいよ、お父さんお母さんに、誰でもいいから聞いたらいい。どうしたらいいんやろ。おかっちに聞いたらいいんや。おかっちにも聞いてもいい。みんなに聞いて、自分で分からんことも他の人が知ってることもあんねん。そういうことを聞いて、キラン作戦思いつくやん。次こうやったらいい、作戦あるやん。思いついたらあとやるだけや。その一歩進むだけ。壁があっても、その作戦を武器に突っ込んでいいやん。壁をぶち壊していいね。乗り越えたらいいね。でまた新しい壁やってくる。それをね、エジソンみたいに1万個壁を乗り越えたその先にすごい発明が待ってるかもしれへん。欲しいものが手に入るかも。自分がやりたいこと、夢、こんな職業したい、仕事がしたい、それが叶うかもしれへんねん。わかる？諦めないこと、立ち上がること、もしやりたいことなら OK。 自分を信じて、仲間を信じて。信じることできへん？できへんじゃないねん。信じるねん。自分を信じるって言うだけやねん。言うだけ、言葉にするだけ。やればできる、絶対にできる。自分ができる、自分はできる。言葉にしてる。もししてないんやったら言葉にしよう。自分はできるって言葉にすればするほど自分のことを信じれるねん。自分のことを信じれたら立ち上がれんねん。立ち上がったらどんどん成功に近づいていくねん。一歩一歩進めんねん。そういうことやねん。失敗っていうのは転ぶことではない、立ち上がらないこと。こんな感じです。今日もペチャクチャお話しさせていただきました。今日どうしても伝えたかったことはこれなの。失敗をゼロにする方法。分かってくれたかな？1回見ても何言ってんねんあいつって。もし分かんないことがあったら2回見ても分からなかったら3回見て、それでも分からなかったらコメント残して、どういうことって。おかち全部答えるからね。 OK。 君は一人じゃない。おかちも一緒に頑張るから、おかちと一緒に前に進もう。おかちがやりたいこととみんながやりたいこと違うかもしれへん。でも一緒にね、前に向かって進んでいこう。そういうこと、そんなことを言いたかったんです。はい。これね、おすすめの本があります。これ、じゃじゃん。失敗図鑑、すごい人ほどダメだったっていうことで、
みんなが知ってるようなすごいヒーローとか英雄とかかっこいい人、昔生きてた人や、その人もいろんな失敗をしていろんなすごいことやってんねん。それが全部載ってます。すごいなって思われてる人も一回も失敗も一回も失敗をしてないってわけじゃなくて、いっぱい失敗をしてこの本に載るまで来てんねん、たどり着いてきたんや。それをこれ見たらね、よくわかるから、ぜひチェックしてみてください。ふぅ、やろっかな、最後にギャグやるわ。やるよ。ヘイヘイティーチャー、ヘイティーチャー、夏休みは休みじゃないけどちょっと楽。こんな感じです。はい、どんどんガチも挑戦していくからね、一緒にやっていこう。バイバーイ、また会う日まで。 See you。